なるほどな。あの竜の子はお前らが最初に見つけた時から得体の知れん連中に狙われていたっていうことなのか。そんな危険な騒ぎに巻き込まれてらしたなんて、どうして黙っていたんですか。まあまあ、3人ともちゃんと反省しているみたいですし、ポムニットさん、ここは抑えて。しかしですね、やり方は間違っていたかもしれないですけど、この子たちはこの子たちなりに竜の子を拾ったことに対する責任を取ろうとしていたんですもの。その気持ちは決していい加減なものではないと思いますよ。まあ、これに懲りたら二度と同じ真似だけはしないことだな。ごめんなさい。もう約束ですからね。さて、それじゃあ今までのことはこれで水に流すとしてだな。問題はここから先どうするかってことだ。ですね。一体あの連中は何者なの。ただのゴロつきや野党の類でないのは間違いないが、指揮官の下で統制の取れた戦い方をしていた。でも最初に僕たちと戦った悪者たちはあの人たちとは全然違う雰囲気だった気がするけど。軍団と名乗るからにはいくつかのグループに分かれているのかも。そしてもしこの推測が正しいとするならば、連中の背後には間違いなく指示を出す組織が存在している。おそらくそれは犯罪行為も厭わない一味に間違いないな。犯罪組織ですって。むちゃくちゃに武装で危険な状況じゃないですか。ポムニットさん、落ち着いて。正直に言えばこれはもう俺の手には余る。軍本部に報告して然るべき処置を取るべきだと思う。ぜひにそうしてくださいまし。ちょっと待ってよ、そんなことしたらあの子は一体どうなるの。当然軍が保護することになるだろうな。そんな心配はいらないさ。軍に任せておけば安全なんだから。嘘だ。坊ちゃん、僕は知ってる。本で読んだから知ってるんだ。帝国軍には珍しい召喚獣を研究してる施設がある。あの子はきっとそこに連れて行かれちゃうんだ。まあそりゃ話しがいにもしちゃおけないし。ひどいじゃない。いや、だからって別にひどいことをするつもりは。グラッドさんを責めないであげて。召喚術の研究にとってシリウは貴重な研究の対象になるの。青の派閥だろうと金の派閥だろうと、それは同じのはず。帝国軍だけに限ったことじゃないわ。善処はする。そうならないように俺が掛け合う。でも絶対じゃないんでしょ。それは。それじゃ悪者に捕まるのと変わらないじゃないのよ。気持ちはわかります、お嬢様。ですが私はやはり軍に任せるべきだと思います。なんでよ。お嬢様があの竜の子のことを心配しているように、私もまたお二人のことを心配しているからです。私のことを別なさったって構いません。ですがここはどうか聞き入れてくださいまし。あまりに相手が悪すぎます。ライ君、君はどうしたい。大人に任せた方がいいと思う。それとも自分たちで何とか面倒を見てあげたい。you
イさん。何無茶なこと言ってるんです？相手は犯罪組織かもしれないんですよ。気持ちはわかるさ、けどな。離れたくないんだよ、ライさんと。きっと答えは最初から決まってたみたいだね。ずるいですよ、こんなの。これじゃあまるで私たちが悪者じゃないですか。それじゃあ仕方がありません。ありがとう。だからポムニット大好き。しかし町の治安を守る者として。そこをなんとかお願いしますよ、グラットさん。ミントさんがそこまでおっしゃるのならば。まあ軍への報告はとりあえず置いとくことにしてもだ。じゃあこれから先どうするんだ？どうって今まで通りじゃダメなの？この子が小さいうちはそれでもいいのかもしれませんけど、大きくなっていけばさすがに旦那様にもバレちゃいますよ。確かに。それに竜の寿命は人間よりもはるかに長いものだからね。残念だけどずっと一緒にいることはできないわ。だよね。この子だって本当は仲間と一緒の方が一番なんだもんね。確かに、それなら悪者に狙われたってへっちゃらよね。じゃあ、それまでは君たちがこの子のパパとママだね。ちゃんと面倒見てやるんだぞ。うん。それじゃあ、きちんとした名前をつけてあげましょう。うんうん。ライ、あんたがつけてあげなさいよ。一番懐いてるもの。きっとこの子も喜んでくれるよ。よろしくね、リュウム。アーは言ったものの、やっぱり私心配です。とはいえあいつらの喜びようを見たらな。ですよね。子供たちの真剣さを理屈で曲げてしまいたくなかったんです。そのせいでお二人には迷惑をかけちゃいましたね。ミントさんが謝ることなんてないですよ。そうですよ、こういう苦労には慣れっこですし。足りない分は俺たちが支えてやれば問題ないでしょう。ですね。じゃあ私は様子を見守りながらお二人にご報告を。私はもう一度竜のことについて調べてみますね。自分はより一層注意深く巡回するということで。頑張りましょう。おお。
でしたらまずは徹底的にお掃除なんていかがでしょう。事のあらましはこっそりと聞かせていただきました。お掃除というものはお客様をもてなす基本中の基本です。塵も埃もないくらいピッカピカに磨き上げれば爽やかな雰囲気でお客様も大満足間違いなしです。あれからすぐ手持ちの記録を調べてみたのですが、本件に該当するような犯罪組織の動きは見られませんでした。帝国が警戒している犯罪組織というと、無職の派閥と赤き手袋ですね。ええ。無職の派閥は破壊活動を繰り返す召喚士の集団よ。召喚士が支配する世界を作るために活動を続けているの。赤き手袋は金で悪事を請け負う犯罪者の集団だ。窃盗、詐欺、誘拐、金額次第では殺しも平気でする連中さ。まあな。だが幸い今回の事件は連中とは関係なさそうだ。一概にそうとは言い切れないかもしれませんよ。特に無職の派閥は最大勢力だった一族が壊滅したことで、逆に抑制を失って各派が入り乱れているという話ですし。なるほど。私も本部の先輩にお願いして情報を回してもらいますね。師範の地位にいるし話のわかる人だから心配は無用です。さすがはミントさん、助かります。なんだよ。バカ。そりゃお前、ミントさんは青の派閥から出向してるからして、いわば派閥の代表みたいな。あら、そんな大層な立場じゃないですよ。私がここにいるのは個人の研究のため。だからグラッドさん、そんなお気遣いなんかしなくったって。うるさいぞ。
にいいだろ。は？それじゃあ自分は見回りの方を続けてまいりますので。はい、頑張ってくださいね。探すって言っても、当てはあるの？あんたね。本当お前って豪快だよな。なら、とりあえず卵を見つけた場所に行こうよ。あの子の親が探しに来てるかもしれないし。うん、それがいいかも。それじゃあ、パパッと出発いたしましょう。ポムニット、まさかついてくるつもり？当然です。気持ちはわかるけど、やめといた方がいいんじゃないかな。悪者たちが襲ってくるかもしれないし。ならばなおのこと、ついていかないわけにはまいりません。足手まといになるかもしれないじゃないのよ。まあまあ、お前らそう邪険にするなよ。ポムニットさんの立場も考えてやれって。それに戦わなくてもいろいろとやれることはあるんじゃないかな。怪我の手当てとか応援とか。そうです、そうですとも。かしこまりました。やれやれ。こんな勢いで落下してよく砕けなかったもんだな。ヒヒ、竜の卵って空から落ちてくるものなんですか？うん、私の知る限りでは違うと思いますけど。ヒヒ、どうしたのよ、リュウム。私が召喚術で呼ぶのと同じやつよ。こんなにたくさん召喚されてるなんて驚きだわ。任務完了。ターゲット確認。リピエル確保。しかし。アンノーン死に。対処検討。結論、デリートします。おお、あいつら
いきなり撃ってきたぞ。
目標補足ピック。お任せくださいまし。you
子が変だよ。結論、逃げるが勝ち。目がチカチカする。目くらましのようだな。逃げるための。あいつが機械人形だったからよ。機械ロレイラルの技術で人に似せて作った人形のことよ。私も見たのは初めてだけど、こんな場所のこのこ歩いてるような存在じゃないってことね。どうやらそれはこの子も同じみたいね。光ってる。それに羽が、もしかしてこの子は。うん、多分天使じゃないかな。詮索は後です。とにかくこの子の手当てをしましょう。竜の子に続いて天使まで拾うことになるなんてな。お前よっぽど召喚獣に好かれるたちみたいだな。そうですよ、不謹慎です。すみません。ねえ、あの子の具合はどうなの？擦り傷とか打ち身とか、傷は多くても深刻なものはないはずです。薬は塗りましたけれど、人間と同じ手当てでよかったのかしら。いいんじゃない、薬にも違いないしさ。まあ天使には天使の特別な治療法があるのかもしれないけど、何もしないでほっぽっとくよりはマシだと思うわ。仕方がないのよ。霊界サプレスの知識については私たちでは専門外だもの。そうよそうよ、召喚士には得意分野ってものがあんのよ。あんたみたいに節操のない方が普通はおかしいの。何にせよあの子が目を覚ますのを待つしかないな。詳しい事情を聞くのはそれからだ。それ以上こちらへ近づいてきたら承知しませんわよ。私の外見に油断してこんな結界もない部屋に閉じ込めるなんて、チョコレートケーキに蜂蜜をかけたくらいに大甘ですわ。反論は却下とします。このリビエルとて選ばれし密会の端くれです。敵の手に落ちるならば一人でも多くの相手を道連れに。ちょっとあんた、何小さな女の子を泣かせてんのよ。はい、お茶をどうぞ。気分が落ち着きますよ。
心配しなくたっていいんだよ。僕たちには君をどうこうするつもりなんてないから。そんな戯言これっぽっちも信用できませんわ。優しい言葉で油断をさせて懐柔しようというのでしたら、おあいにく様、そんなやり口には引っかかりませんわ。あったね。ちょっとあなた、見かけだけで相手を判断することしかできないなんて程度が低いですよね。おつむの底の浅さが丸見えですわよ。ああ、人間ってどうしてこんなにも愚かなのかしら。撮ってるばかりじゃ良くないよ。気に触ったのかもしれないけどさ、僕たちはきちんと君と話をしたいと思ってるんだ。言いたくないことは無理に聞かないから、それくらいのお願い聞いてくれたっていいでしょ。わかりましたわ。そういうことなら話して差し上げます。あの場所に居合わせた理由というのは、巫女様の親を探すためと。もしや巫女様、私の危機を察して、それで。まさか。巫女様への侮辱は許しませんよ。それなんですけど、巫女様ってどういうことなんですか？なんとなく尋常じゃない雰囲気なのは理解できるんですが。仕方ありませんわね。本来なら黙秘すべきところなのですが、どうやらあなたたちはあの連中とは関係ないようですし、巫女様がお世話になった手前説明せぬのも無礼ですし、特別に説明して差し上げましょう。巫女とは、私たち御使いがお仕えするお方、ラウスブルグを守護する偉大な竜の後継者なのです。幻獣界の古い言葉で、呼吸する城。合ってますよね。ねえ、そうですわ。召喚獣たちの集落と理解してもらえたら、それで十分ですわ。それじゃあこの子はその集落を守ってる竜の跡継ぎってこと？まあそういうことですわ。へえ、この子がね。その竜に仕えるのが御使いさんってことでしたら、もしかしてあなたはお迎えにやってきたってことですね。よかったじゃないか。これでわざわざ探しに行かなくてもこの子に任せればもう安心だぞ。ええ、そうですとも。まだ問題が解決したわけじゃないってば。この子はさっきの機械人形たちに狙われてるんだから。そうだね、ちゃんと親元のところまで送っていってあげないと。とりあえず今夜はここでゆっくりと休んでいくといいよ。いいよね、ライさん。それじゃあ今日は一旦解散にしましょう。
大丈夫です。しっかりしっかりしなくちゃ。私は御使いですもの。だから巫女様を守らなきゃ。一人きりでも帰るところがもうなくても私が頑張らなきゃダメなもの。まさか帰るところがないだなんて。とにかく一刻も早く連れ戻すんだ。あの機械人形たちに見つかったら大変なことになるぞ。やっぱり隠し事をしてたんだね。昔の僕もそうだったからなんとなく分かったんだ。僕は弱虫だったから何でも自分の中に溜め込んじゃって苦しくてたまらないくせに何も言えず一人で苦しんでた。だけど僕にはライさんや姉さんがいた。だからなんとかやってこれたんだ。あの子は僕と似てる。溜め込んだものの重さに潰されかけてる。きついことばかり言うのはそれと戦うためなんだよ。お願いだよライさん、あの子を助けてあげて。僕も手伝うから。できることだったら何でもするから。だから呆れるくらいに汚れてるわよね。まさにドブ池って感じかしら。はいはい、ちゃんと分かってますとも。この場所の本当の名前は王穴の泉。ちょっと前までは町の水源として大切にされていた。でしょ？パパからしつこく話を聞かされたものは知ってるわよ。何そんなにムキになってんのよ。町の人たちだってみんなドブ池って呼んでるじゃん。でもなんでまたパパはこんな町外れの方角に宿屋なんか建てたりしたのかしらね。済ませてあげる代わりに雇われ店長としてあんたに任せてるってわけだ。だけど別に宿屋じゃなくったってよかったのにね。案外あんたへの遠回しが嫌がらせだったりして。
関係ないでしょ。だってもう意味がないんですもの。ラオスブルクには帰れない。帰ったって守護竜様はもういない。亡くなられたのに奴らが来て戦いが始まって、巫女様を守るために私たちに託して、そしてくれるんですの。同情？それとも哀れみ？ですわね。愚かな人間の中でもあなたは輪をかけて愚かっぽいし、気を回しすぎても疲れるだけ損なのかもしれませんわね。ターゲット捕捉です、お姉さま。非常によろしくてよ、アプセット。後で花丸をあげましょう。あいつはローレット、機械人形三姉妹の長女よ。あの女がここに来てるということは。さよう、このわしも出向いてきておるというわけじゃな。やはり出ましたわね、召喚士ケック。教授とお呼びなさい、教授と。そういうお前じゃな、アプセットと交戦した小僧というのは。悪いことは言わん、その天使と竜の子をこちらに渡すのじゃ。確かに違いないわ。ならば、次のフェーズへと進むしかあるまい。聞
下位のしもべたち、我が指令に従いて参列せよ。アセンブル。こんなにたくさん、いっぺんに。はてさて、小僧よ、どうするかね。そんなこと決まってるよ。僕たちは簡単には諦めたりなんかしないんだ。相手が機械だろうが何だろうが、町の平和を乱す奴は自分が許さん。食らいたくなかったらとっとと下がりなさいよ。ぶっ飛べ。なぜなの、どうしてこの人たちここまでするの。そこまでして私をかばう必要なんてないはずなのに。放っておけないのよ。え、困っている誰かのため、自分ができることを見つけてしまったらためらったりはしない。あの子たちにはそれが当たり前のことなの。困ったものですよね、本当。あくまで手向かうか、それもよかろう。ローレットアプセット、我が鋼の軍団を率いて鎮圧せよ。かしこまりましたわ、教授の仰せのままに。活動不能寸前まで痛めつけます。Thank you.
気をつけくださいまし。Right on, huh?
援軍要請。行くわよ。
丈夫。しゃしゃがれ。しかし教授、これ以上破損されたら修復する手間がかかりすぎるわ。小僧よ、貴様なかなかやりおるな。小生意気なその口ぶり、なるほど、あの男にそっくりじゃわい。なあ、知っておると、光学兵器の集中砲火を剣一本でぶった切って高笑いしてのけ。あんな理不尽な男、忘れたくても忘れようがないわい。じゃが息子のお前は果たしてどうかの。おじいさんのくせしてなんて魔力を。ライ君、逃げて。虚空からの一撃にはかわせるもの。魔力の過剰消耗、オーバーヒート、心肺機能不全です。酸素補給どうぞ。教授、しっかり。大丈夫じゃ。ちーとバカ
昔調子に乗りすぎてしまったわ。よかった。ご自愛ください。今日のところはこれで引いておこう。じゃがわしらは絶対に諦めぬぞ。あの方の姫様の願いを叶えるためにも絶対にな。なんとか今回もやり過ごせたな。大丈夫？怪我とかしてない？ええ。この先どうするの？私はずっと面倒見たっていいと思ってるけどさ、ポムニットやグラッドさんからしてみれば話が違うってことになっちゃわない？よかった。Ha ha ha!